最近思ったんだけど、あのなんていうの、ゲーム機でわーわー楽しいとか言ってる人、ちょっとやめてくださいよ、もううるさいんで。もう思ったんだよ、人形プロレス知ってる？みんなこっちの方が100倍おもろいから、やってみせますね。まずここにスパイダーマンいますよ。このなんかうんこ座りしてるやついますよ。どっちが強いと思います？これ俺、みんなこっちでしょ。俺はこっちなんだ。なぜかってこいつにはうんこ座りツープレックスっていう噂があるから。うんこ座りツープレックスっていうのはこいつがなんていうの、糸でピューンってやってきますよね。避けますよね。これ糸がつきますよね。これも着地しますよね。そこを狙って場面に飛びますね。うんこ座りのポーズ入りますね。ボーン入りました。きっちりここで払います。見てください。おいお前見てください、これこのこっから回ってバーン。はい、もうこいつは負け、こいつはもう死んだんです。こいつはもう試合出れません。もう足折れたんで、はい、これうんこ座りツープレックスを食らわされた相手は絶対手足どこか折れるんですよ。はい、やりますね。次この金ピカピン、金ピカピンなんて言うんですかね、金ピカ、もう光ってるライダーです。どっちが強いと思います？これみんなこっちだと思うんですよ。俺はこっちが強いと思うんです。なぜかってカレナセツープレックスあるからですよ。カレナセまずこいつが走ってきますね。だから彼名前変えます。金玉つぶしツープレックス。走ってきたら金玉押さえるんですよ。これでボーンです。はい、死にました。はい、でこいつはもう優勝決定、うんこ座り野郎。で次これです。この足折れたやつでも治りましたもん。よし、次どっちが勝つと思いますか？これ当ててください。みんなこっちだと思うんですよね。でも違うんですよ、こっちなんですよ。なぜかってまた割りローリングあるからですよ。これまた割りローリング、見てください。これまた割りローリングまた割りローリングウォーバーンバーン。でもこの技を使うと股が一生このなるんですよ。この股になるんですよ。はい、でもこれ死にました。これ終わり。死んだ。でもちょっと見てくださいよ、乱入してきました。いいな、どっちが勝つと思いますか？これ、はあ、みんなこっちだと思いますよね。こっちなんすよ、見てください。これ取れました。こいつは手を使うことができる相手なんですよ ね。この時に絶対持っていくんですよ、投げたらブームやんみたいに。これ投げますよ、投げます、投げました。ピューン。でもこいつのひささで股割りピューンで戻ってきまして、バシュッ、終わり。はい、終わりました。まあ結果的にこいつが一番強くて、こいつが2割に強くて、いや、これ2割に強くて、その割に強いんです。みんな、あのフィギュアプロレスやるときはこいつを出そうね。じゃあね。